一眼レフカメラのミラークイックリターンミラーとは一眼レフカメラの機能の一つでミラーを自動でシャッターが開く直前に上げシャッターが閉まった直後に下げること和製英語で英語ではインスタントリターンミラーという世界で初めてクイックリターンミラーを装備したカメラは1948年にハンガリーのガンマが発売したデューフレックスであるが生産台数は 数百台に止まった。1954年に極光学工業から発売されたアサヒフレックス IIB 型により普及、現在の一眼レフカメラには必須の装備となっている。一眼レフカメラは対物レンズと像面との間にミラーを設置してファインダーに像を結ばせる形式であるので撮影するためにはこのミラーを航路上から移動させる必要がある。このため撮影時には ファインダー像が消失する、ブラックアウトが生じる。特殊な一眼レフカメラで、ハーフミラーを使ってこの欠点を解消した製品も、あるが、ファインダーと像面の両方に常時光を分けることになるためファインダー像が暗くなり、外部露出系を使用する際は、シャッター速度が遅くなり露出補正も必要となる。ミラーを元に戻すために独立した操作が必要であり、 などが採用されていた。いずれの形式もブラックアウトの時間が長かったり、シャッターを押し込むことによる手ぶれの心配が大きかったりして、気軽に扱うカメラとして一般化するには問題を抱えていた。このため正確なフレーミングやピント合わせを必要とする長望遠撮影、拙写、科学用途などに限定して使用され、カメラの主流はレンジファインダーカメラやニガンレフカメラであった。 ミラーが上がっている必要があるのは、シャッターが開いている間だけである。したがって、シャッターに連動して、ミラーアップし、シャッターの語膜が通過しきるのに連動して、ミラーが戻るようにすれば、ブラックアウトの時間を最小とすることができる。これが、クイックリターンミラーである。この方式の開発によって一眼レフカメラは、一般的に実用されるカメラとして認識されるようになった。これは、 エバーセット型と呼ばれ、アサヒフレックス i 型が採用した。ありがとうございます。